ツインメルマン電報、ツインメルマン電報、ツインメルマン電報、ジマーマンディペッシュは第一次世界大戦中にドイツ帝国の外務大臣、アルトゥール・チンメルマンによって1917年1月16日にメキシコ政府急送された電報。伝文はイギリス海軍の諜報部、ウィリアム・アール・ホール提督に指揮されたルーム40の暗号解読者。 ナイジェル・デ・グレイ及びウィリアム・モント・ゴメリーによって傍受、解読された。暗号の解読は他の記述によって解読されていたコード0075が傍受した伝文の元メッセージに使用されていたため可能となった。ツインメルマンの伝文はもしアメリカ合衆国が参戦するならばドイツはメキシコと同盟を結ぶという提案だった。さらに アメリカへのメキシコの先制攻撃はドイツが援助し、対戦でドイツが勝利した場合には、米国戦争によってアメリカに奪われたテキサス州、ニューメキシコ州、アリゾナ州をメキシコに返還するというものであった。また、メキシコにドイツと日本の仲裁と日本の対米参戦の説得を促すものであった。その後、メキシコ大統領ベヌスティアーノ・カランサは軍事委員会を設立し、 それら、旧メキシコ領の乗っ取りの現実性を評価させたが、実現性は低いという結論に達した。すなわち、三州を乗っ取ることは、米国に対して将来の問題、さらにはおそらく戦争を引き起こすだろうことは、ほぼ間違いなかった。しかし、メキシコは、独力ではアメリカに勝てず、ドイツも戦闘で必要な武器を提供することは、できないだろう。 たとえ勝てたとしても、メキシコはその国境以内の膨大なアングロ人を支えることができないだろうし、1914年の出の成果を無に期することになり、南米との外交関係もこじれるだろう。こうして、カランザー4月14日にツインメルマンの提案を断った。その時、すでに米国はドイツに戦争を宣言していた。この電報は、 ウィリアム・アール・ホール海将の指揮下にある英海軍、情報ブルーム40の暗号解読班、ナイジェル・デグレイ及びウィリアム・モント・ゴメリーによって、その要点をつかむには十分なほど傍受され、解読された。外務省が使用した暗号の解読が可能だったのは、アフガニスタンやイランをイギリスに対して宣戦させるべく、中東で動いていた、ドイツのエージェント、ビルヘルム・バースムスから露覚した。 古い版の暗号で使われた平文とコードブックやその他の技法を用いて部分的に暗号解読されていたためだった。英国政府は告発する電報を暴露したかったが、ジレンマに直面した。もし露骨に実際の電報を提示すれば、ドイツは彼らの暗号が解読されたことに感づくだろうし、また公表しなければ、第一次世界大戦に、 アメリカを引き込む有望な機会を逃すだろう。ドイツの潜水艦攻撃で約200人の人命が奪われ、アメリカの反独感情が特に高ぶっていた時、この電報が送られたのだった。また別の問題からそれらを秘密裏のうちにアメリカ政府に見せることもできなかった。ドイツはその内容の重要性から3つの別個のルートを使い、 ベルリンからワシントン駐在のドイツ大使、ヨハンフォン・ベルンシュトルフ宛てにメッセージを送っていた。そこからさらに、メキシコ駐在のドイツ大使フォン、エックハルトのもとへ転送された。英国が入手したのはこれらのうち一つだけだった。アメリカは、ドイツが、ウィルソン大統領の和平における、主導権を得るため、ドイツ自身の非公開外交通信に、米国の通信網の利用を許可していた。 メッセージは暗号化されており、また原則的に当時の米国は他国の外交通信を読んでおらず、かつ米国は英国のような暗号解読能力は持っていなかったので、ドイツ人はそれを使用することを恐れていなかった。電信ケーブルはベルリンの米国大使館からコペンハーゲンへ、さらに英国経由でアメリカへ海底ケーブルによって繋がっていた、この途上の英国で通信を監視していた。 つまり、英国がアメリカに、電報の出張を知らせるということは、英国が、米国の外交通信をも傍受していたことを、白状するに等しかった。英国政府は、ワシントン DC のドイツ大使館は、商用電信システムによってメキシコ大使館宛てのメッセージを送るだろう。従って、そのコピーが、メキシコシティの公共電信局に存在するだろうと、推測した。 コピーを手に入れることができたならば、メキシコでのスパイ活動によって、それを発見したと説明して、アメリカ政府へ手渡すことができるのだ。そこで、彼らは、エイジ氏と飲み知られる在メキシコの英国エージェント、現在では、後に、ハンガリー大使を務めた、トーマス・ホーラー、トーマス・フラーだとされていると連絡を取り、エイジ氏はどうにかコピーを入手した。 英国の暗号解読班を喜ばせたことに、このメッセージは、バースムス暗号書で使われた古い暗号を使用して、ワシントンのドイツ大使館からメキシコへ送られており、従って完全に解読することができた。おそらく、メキシコのドイツ大使館は、最新のコードブックを持っていなかったためと推測される。この電報は、ホール解消によって、英国の外務大臣、 アーサー・ジェームズ・バルフォアに配達され、彼は英国駐在の米国大使、ウォルター・ページと連絡を取った。また2月23日に彼に電報を配達した。2日後に彼はウッドロー・ウィルソン大統領へそれを中継した。当時のアメリカの国民感情はンドイツと同じくらい、半メキシコだった。ジョン・パーシング将軍は国境を越えた襲撃を何回も言った。 革命かパンチ呼びれを追っていたが、これは、米国の政府にとって、多額の出費だった。また、ウィルソンはメキシコで新たな選挙が実施され、新政府が設置され、また新しい憲法が発布されるまで、創作を中止することに傾いていた。あとに1917年憲法を採択することになる憲法の大社会議がその時進行中だった。この電報のニュースは、 アメリカ・メキシコの間の緊迫した対立を悪化させた。もし、ドイツとメキシコの同盟が実現した場合、新しいメキシコ政府の選挙が、米国の国益に沿うような結果になることを、害していただろうからだ。3月1日に、米国の政府は、プレスに、電報の平分を与えた。アメリカの大衆は最初は、その電報は、同盟側との戦いをもたらすために作られた偽伝で、 あると信じた。この見解は、連合国の同盟国である日本の外交官のみならず、ドイツの外交官、メキシコの外交官、そしてアメリカの平和主義者及びドイツ支持ロビーによって支持された。こうした人はすべて疑伝として、連邦を非難した。しかしながら、ツインメルマンは1917年3月3日、及び3月29日の演説の中で、 その真実性を確認した。これは予期しない動きだった。その演説は彼の側についての状況を説明することを意図していた。彼は、カランザに手紙を書かなかったが、ある、安全であるように思われた、ルートを経由して、ドイツの大使に指示を与えた、と彼は語り始めた。さらに彼は、潜水艦攻撃にもかかわらず、アメリカが中立のままであることを望むと述べた。 メキシコ政府への彼の提案は、米国が戦争を復刻した場合にのみ実行されることになっていたこと、また彼がこの指示を、米国に対しては、絶対に忠実であると信じていると述べた。実際には、彼は、電報が傍受された後、異常に素やなやり方でドイツとの関係を中止したこと、及び、ドイツの大使が、もはやドイツの姿勢について説明する機会も与えられないまま、 米国府に交渉を断られた点について、ウィルソン大統領を非難した。彼には、電報のインパクトに対応する機会があったので、彼のスピーチには、正直さがあった。一方、その後になお彼は、電報の本来の考えを示す準備をしていた。しかしながら、それは、その南の隣人と比較した時のアメリカの実際の、 強さに関して彼が重大な誤りを伝えられていたことを明らかにした。しかし、それはドイツの情報部の失点だった。電報はドイツがアメリカの船舶を攻撃している一方でアメリカの中立を維持することに最も興味を持っていると述べることにより始まったが、その基礎的な対立を確認したことが反ドイツ艦蒸発露を呼び起こした。ウィルソンはアメリカ船が 潜在的なドイツの潜水艦攻撃をかわすことができるように武装させてくれるように議会に依頼することで、米国へのドイツの敵意の明示に応答した。数日後の1917年4月2日に、ウィルソンはドイツに戦線宣言するように議会に依頼した。1917年4月6日に、議会は第一次世界大戦へのアメリカ参戦を承認した。 ドイツの潜水艦は以前はイギリス諸島の近くの米国船を攻撃していた。したがって、電報は米国参戦の唯一の原因ではなかったが、米国世論を動かす際に重大な役割を果たした。その電報はメキシコへ渡される前にベルリンの米国大使館からワシントン DC のドイツ大使館へ最初に送信されたことが特に配信として受け止められた。 ひとたびアメリカの大衆が電報を本物であると考えた以上、もはやアメリカが世界大戦に参戦することは避けられなくなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。